とにかく嫌われたくない、うん、少しでも悪口言われるとへこむみたいな。小学校とか中学校とか特にさ、うん、人間関係が固定されちゃうから、うん、そこではみ出し物になることを極度に恐れてますよね、まあ、学校の先生がそもそも怖がってるよね。あ、今あの学校先生同士でもいじめとかもあるし、ね、子供からまた無視されるのが嫌だとかね。あ、いやだからあんな狭いところで、うん、あんな狭いところで世界でうじゃうじゃやってるからダメなんだよ。僕あんななんか閉じられた世界にこう人間関係9年間固定してやるっていう仕組みがおかしいんですよ、うんうん、だからやっぱ会社に所属してる人が多いからです。会社の部署の人間関係ってやっぱ固定じゃないですか、はい、だからそこで嫌われたくないみたいなのはあるんじゃないですか多分、うん、でも今ほら SNS があるからそんなねいいじゃん。SNS があるとやっぱいろんな人たちがいるから、なんかこの人たちは最近なんか疎遠だなと思ってた、全然別の人たちと仲良くなったりして、うん、俺前からそうしてきたよ、うん、そのなんかリアルなコミュニケーションの時から、うん、何か俺が新しいコミュニティに入るとするじゃない、はい、それは新しいバイトに入るとかって、うんうんうん、例えば俺は新しいバイトに入ったんだね、うん、そしたらそれはだから大学生の時に先輩が紹介してくれたバイトなの、うんうん、で東大生がなんか代々受け継いでたバイトみたいなバイトがあって、あったんですよ。それすごいいいバイトで、なんだそれ、なんか地方の温泉宿とかに行って1週間ぐらい行ったりとかできるバイトで、何それ、東大生だからですか、何のバイトなんですか。小町図を作るバイトってやつ、小町図、ウォークラリーの小町図を作るバイトだった。小町図っていうのを作るの、うん、なんか模式化された地図を作ってそのウォークラリーでそれを回る、それを企業の研修に使ってたんだけど、その企業のコンサルタントの先生のバイトだったで、要は地図を作るのに、まあ頭使うから、うん、なんか優秀な学生が欲しいみたいな感じで東大生がずっと代々受け継いできたバイトだった。それを紹介されて俺行ったの。だ何人かいるわけが、まあ、なんか地方の温泉宿とかに、うん、で地図を作るんだけど、まあ、俺が下っ端で入ってくるじゃん。そしたらバイトリーダーみたいな、もうなんか要は30代のおっさんがいるわけ、うん、でそいつが結構でかい顔していて、で謎ルールを押し付けてくるわけ、うん、分かる、別になんかもうどんな謎ルールだったか忘れたんだけど、謎ルールなの、どう考えても合理的じゃないルールなんだけど俺がそれを簡単に破ってたわけ、うん、そしたらそいつは文句言ってくるわけ、うん、で俺ほんとブチ切れて、はっつって、切れること大事ですね。マジで意味わかんないですけどつったら、うん、やっぱり喧嘩両成敗で、うん、そのおっさんも俺もなんかその先生に怒られるんだけど、うんうん、やっぱダメージはそっちのおっさんの方が強いじゃん、まあ、だからそいつも僕に何も言わなくなりました。その新幹線の座席倒していいですかみたいな、そんなのと一緒です。吠えられてましたもんね。そうだから謎ルールってだいたいそういう閉じたコミュニティって謎ルールがはびこるんですよ。どんどん他人に忖度をして、うん、謎ルールだらけの、だから学校の校則なんかまさにそうじゃないですか。そうですね。いや謎ルール多かったですよね。だからそれは言わないと、誰かが嫌われる勇気を持って、うん、で言うと支持者はついてくるんで絶対、うん、いやもう本当は言いたかった行くもみたいな、うん、みたいな人たちが絶対来るんで、うん、っていうのをずっと続けていくっていうのが大事なんじゃないですか。で俺恋愛系アプリが普及する前に有名になったから使いづらいんだよ。だから俺恋愛系アプリ使ったことないんですよちゃんと。え、やってみてください。いや今やるからめんどくせえ。これ写真で撮って、いやほんとめんどくさいよ。いやほんとめんどくさいよ、うん、その変な女子が、だからほんと変な女子が来るからやばいんだ。俺一回だけ、うん、焼肉部っていうアプリを作ったことがあって、うん、自分でアプリ作ったから、うん、なんかテストマーケティングしなきゃいけないと思って、うん、肉会に登録してみて、うん、やってみた、うん、で3、4組ぐらい、それは22で会うアプリなんですよ、うんうんうん、11じゃなくて22で会うから、うん、まあなんか適当に後輩とかを呼んで、うん、でやってたんですよ。そしたらやっぱり変。え、変？何がですか？なんか、うん、なんか、うん、みたいなのが来る。オリエンタルラウンジも行ってみた。オリエンタルラウンジ？相席屋の元祖みたいなのがあるんですよ。高級相席屋の。
相席屋よりも店の雰囲気とフードとかがちょっとハイエンドなんですね。ハイエンドで個室もあるみたいなをやってみて、それはうちのサロンの会員なのよ。その人が開発したわけ、相席屋の業態って。女の子がただ飯食える出会い系みたいなでやってみたら、それはその店長がすごい可愛い子来た時だけ連れてきますって、ほとんどキャバクラみたいな感じなんだけど連れてきてくれるから、まあまあ可愛い子が来るわけ。まあまあ面白かった、うん、やっぱ20歳前後だと、うん、その俺のこと知らなかったりする子もいるから、うん、面白いよ、うん、おじさん何やってんですかみたいな。いや、いろいろやってんだよね。知らない子とかがいて超楽しかった。楽しかったですね。はい。